くんだね。部長お願いします。この東京から見えるビルの街にお願いします。洋服の持ち込みは制限なしで、そのうち無料交換ができるのは3点まで、3点、その後は有料とします。その場合ご購入のみのお客様と同様1点一律1000円です。1000円、1000円は高いんじゃないのねえ。500円でいいわよ。じゃあ500円、ね、ただしそれはそのまま百貨店の売り上げとさせてもらうことをあらかじめお客様にはご了承していただく。はい、じゃあ次いきます。持ち込んでいただく洋服の条件としてやはりあまりにも古いものや傷ついているものは対象外とさせていただきます。そりゃそうよね。それと商品が残ってしまった場合、古着を扱っているチャリティーに寄付したいと思っています。いいじゃんな、かっこいい。はい、それからせっかく買ってもサイズが合わなきゃまた着ないじゃない。そうすると同じく無駄になるので、サービスとしてリフォームのカウンターを設けます。お代をいただけば売り上げにもなります。すごい充実してる。これは愛ですね。お客様のためを考えた愛、双方の愛がないと成り立たないキャンペーンですよ、これは。いいこと言うね、純ちゃん。ではそういうことでこれを企画書にまとめたいと思います。 OK、 一つだけいいかな。キャンペーンタイトルを考えてみたんだけど。タイトル？駅誌？ケンちゃん読んで。エクスチェンジキャンペーン、ほらリサイクルという言葉はハリーズにいらっしゃるお客様の気分に合わないでしょ。ちょっと夢がないっていうかで考えてみたんだけど、どう？あれ？変？チーフ？考えてるじゃん。いい、素敵。超かっこいい。エクスチェンジキャンペーン。横文字すわー。最初読めなかったの。すごいいい感じよね。ダメ？ダメってどういうことですか？全くの儲けゼロってことはないんですよ。多少の売上と利本。そういうことじゃないんだよ。別の企画をやってほしいんだ。うちの自社ブランドをランジで扱ってほしいんだ。ここのところ売り上げが伸び悩んでるらしくてさ、それでキャンペーンを張りたい。それは断れるんでしょうか。今詰めの段階に入ってるところなんだよ。彼女たちの戻る先の件、そんな時にまずいだろ。これは気持ちはわかるよ。俺もさ、百貨店が好きで、中でも特にハリーズが好きでこの仕事を選んだんだ。でも今のハリーズはもう昔のハリーズとは違うんだよな。寂しいけどさ、とにかくそういうことで頼むよ。力が足りなくて申し訳ない。チーフのせいじゃありませんよ。考えてみたらもともと無理な話だったんですよ。私こう無駄よ。だけどおかしいじゃないですか。デパートってお客様が喜んでくれることやサービスを提供してそれでお金をもらってるんでしょ。だったらさ、一番大事なのはお客様に喜んでもらうことなんじゃないの。百貨店といえども一企業ですもの。利潤を追求しなければいけないのよ。本当のこと、正しいことが通らない時代なのよ今は。おかしな話よね。自社ブランドの関連の資料です。見落としてみてください。広報の者ですが、はい、
チェック入れてもらえませんか。これでお願いします。はい。チーフ、前に言ってたよね、自分の本当の幸せがわからないって。だけどさ、今のままじゃ絶対見つからないと思う。一番大事なことはお客様に喜んでもらうことなんじゃないの。正しいことが通らない時代なのよ今は。なんだ、みんな帰っちゃったのか。うん、 いい知らせなんだけどな。え、やっとみんなの行き先が決まったんだよ。さっき最後の一人が決まってさ、これで全員元の部署に戻れるんだけどな。よかった。いや、ただしな、お前はまだだぞ。引き続きやってみるけどな。まあ、とにかくそういうことで元気出せよ先輩。うん、他のスタッフの件は決定なんですね。決定だよ。そうですか。どうしたんだ。いや、チェンジキャンペーンってパーソナルショッパーズがリサイクルショップになるってことですよね。室長ご存知だったんですか。自社ブランドはどうするんですか。おはようございます。主任すごい情報があるんです。これ見たらね。見ました。見ました。すごい情報がある。チェンジキャンペーンな。美咲さん、美咲さん、美咲、もう見ました。しおりちゃん、すごい情報。あのね、失礼します。はい、部長。何を考えてるんだね君は。申し訳ございません。申し訳ないですまないだろう。うちは百貨店だよ。なんでうちがリサイクル。自社ブランドはどうしたんだ。自社ブランドは。申し訳ございません。必要に責任ありません。私が勝手にやったことですから。どうするつもりだね。出てしまった以上お客様を裏切るわけにはいきませんから、これで行きたいと思います。後のことは分かってるんだろうな。はい。すいませんでした。そんなお前、このままだと覚悟しています。俺これまで何かと調子よく生きてきて、本当の自分がどこにいるのか、本当にやりたいことは何なのかなんて考えてもみませんでした。その代わり心の奥からの満足みたいなものもなかったように思うんです。そういう生き方を急には変えられませんけど、最後にお客様のためにもきちっと自分の気持ちに素直に行動することから始めてみようと思ったんです。なんていうか奈良だな。変わったよなお前。とにかくやってみろ、それしかないだろう。ありがとうございます。続き、いろいろすまなかったな。
ネクスチェンジキャンペーンをやるならやるで事前に言ってもらわないと困ります。